サッカー選手の不祥事といえば海外選手を想像しますが、日本人サッカー選手にも不祥事を起こした選手はいます。不祥事を起こした選手がその後どのようなキャリアを歩んだのか、まとめて紹介していきます。森本貴之。森本貴之は和製ロナウドと称えられ、小学生時代にはマンチェスターユナイテッドも獲得に動いていたとされる元日本代表フォワードです。森本貴之選手はヴェルディの選手として、なんと中学を卒業する直前に公式戦に出場しました。15歳10ヶ月での出場は久保建英に抜かれるまで J リーグ史上最年少記録。そんな中学生 J リーガーだった森本は17歳にはイタリアセリエ A のカターニャでプレーしました。セリエ A では104試合に出場して19得点を決め、日本人フォワードとして最も活躍した選手となっています。カターニャでは森本はシチリア人となったと言われるほど現地に溶け込んでいたそうです。その後中東やギリシャでもプレーして、2021年2月にはパラグアイ1部リーグの所属スポルティボ・リュケーニョに加入。しかし加入して1ヶ月で森本がパラグアイで飲酒運転によるひき逃げ事故を起こしました。パラグアイの首都アスンシオンで車運転中にバイクと衝突。バイクの運転手を救助せずにその場を離れたという警察が森本を発見して逮捕しました。森本の呼吸からは 0.41mg のアルコールが検出されたとのこと。日本で違法となる 0.15mg のおよそ3倍ですから、かなり酒に酔っていた可能性があります。事故を起こした祖母を離れた理由として、警察署がどこかわからなかったためという理由を挙げています。事故を起こすとパニックになるのは理解できますし、海外だとなおさらでしょうが、それで許してもらえるほど甘くはありません。この事件もあってスポルティボルケーニョはわずか4ヶ月で退団しました。その後消息不明となっていますが、イタリアメディアの調べによると、森本貴之は現在セリエ D イタリア4部相当のアチレアーレに所属しているとのこと。アチレアーレはシチリア島東部にホームスタジオを構えており、カターニャからほど近い場所にあります。日本では何かと規格外で怪物扱いとされていた森本貴之は、イタリアマフィアがはびこるシチリア島に相性が良かったのかもしれません。イタリアでの復活を期待しましょう。重原武人。前橋育英高校時代に松下裕樹らと共に高校選手権でベスト4を経験し、2000年にヴィッセル神戸に入団。2008年には柏レイソルに移籍。4月に日本代表候補として初めて招集された攻撃的ミッドフィルダー。2006年3月、川崎市内での住居侵入により逮捕され、起訴猶予処分となりました。起訴猶予とは、事実関係を認めるものの、起訴するほど悪質ではないという意味です。これによって重原は、レンタル先の川崎フロンターレ、所属元の柏レイソルと契約解除され、一時は無所属の状態が続きました。その後バンファーレ甲府に練習生として加入。その後数々のボランティア活動を行ったことが評価され、正式契約され再チャンスが与えられました。正式契約し公式戦に出場するとセンターフォワードで起用され、途中加入ながら5得点をマークするなど自己最高の成績を残し、甲府の昇格1年目の J1 残留に貢献します。その後なんと日本代表に招集され活躍します。しかしその直後、7年前の2001年9月に神戸市で住居侵入と窃盗を行ったとされる容疑で逮捕され、これを理由として重原は柏レイソルから解雇されました。 J リーグは犯罪に関してはかなり厳しいリーグなので、事実上日本でサッカー選手としてのキャリアは終わってしまいました。逮捕から2年後の2010年9月21日、最高裁は重原の上告を棄却する決定をし、懲役1年執行猶予3年の有罪判決が確定しました。2年後の2010年2月12日には強制わいせつと強盗の疑いで逮捕されましたが、本人は冤罪を主張してこの事件については不起訴となっています。重原は2007年6月20日に行われた対 FC 東京戦において、当日の主審を務めた家本正明の判定に抗議してイエローカードを出されて激怒し、主審に向けて唾を吐きレッドカードを受けて退場処分となりました。J リーグは7試合の出場停止処分とクラブに対して罰金処分を下されました。ピッチ内外で問題行動があったということでしょう。菊池直哉。03年
ワールドユース、04年、アテネ五輪など各年代の日本代表に選出されてきた逸材です。世界大会での活躍はヨーロッパのクラブでも評価された。清水商業高校1年時にはジュニアユース時代に所属した清水エスパルスに特別指定選手として帯同。3年時にはオランダのエールディビッチに所属するフェイノールトの練習に参加し、入団目前まで行ったが条件が折り合わず破談となっています。長谷部誠と同世代同郷ですが、育成年代で評価されていたのは間違いなく菊池直哉の方でした。高校卒業後はジュビロ磐田に入団しましたが、2007年5月下旬、女子高生に金銭を渡し、みだらな行為を行ったとして未成年淫行により逮捕され、その後ジュビロ磐田を解雇されました。日本サッカー協会より1年間の活動停止処分を受けましたが、2007年9月にドイツへ渡り、2008年1月27日にドイツブンデスリーガー2部の FC カールツァイス・イエーナと契約、1年半プレーしました。2009年8月、ドイツブンデスリーガー2部の FC カールツァイス・イエーナから大分トリニータに完全移籍しました。日本サッカー協会より1年間の活動停止処分が明けたことで、国内リーグでは2年ぶりのプレーとなったものの、加入後すぐに主力に定着し、12月21日にはアジアカップ最終予選イエメン代表戦に向けた若手中心の A 代表に初招集されました。当然 JFA は大分トリニータでのプレーぶりだけでなく、サッカーに向き合う姿勢も問い合わせした結果だと思うので、反省してサッカーに取り組んでいたことが評価されたのでしょう。その後はアルビレックス新潟、サガン鳥栖、北海道コンサドーレ札幌、アビスパ福岡に所属して2020年に引退しました。2020年より古巣であるサガン鳥栖のコーチに就任しています。事件後の菊池直哉について悪い話は聞いたことがないので、不祥事を起こしたものの反省して再チャンスをつかんだと言えるでしょう。人間誰にでも間違いはあるので、再チャンスを与えてもらえたのは良かったですね。奥大輔。奥大輔は J1 通算280試合出場、天才肌のミッドフィルダーで94年に入団した磐田で黄金時代を担い、02年に移籍した横浜では03、04年のリーグ制覇に貢献。技巧派の攻撃的ミッドフィルダーとして日本代表で国際 A マッチ26試合に出場しています。女優の佐伯ひな子と2002年に結婚して2人の娘を授かりましたが、2013年に脅迫容疑により逮捕されました。その後佐伯が被害届を取り下げ、起訴猶予で保釈となる代わりに離婚に応じています。2014年、沖縄県宮古島市で軽乗用車を運転中、何らかの原因で対向車線にはみ出し、その後電柱に衝突する交通事故を起こしました。全身を強く打ち、心肺停止の状態で病院に搬送されたが、骨盤骨折などにより1時間半後に死亡が確認されました。離婚した時期はサッカーの指導者としての仕事も終了していて、公私ともにうまくいっていなかったようです。離婚後は飲食店経営を目指してホテルでアルバイトを始め、新たな道を歩み始めた矢先でした。元日本代表でもアスリートのセカンドキャリアの難しさを感じる出来事となりました。 J リーグに所属する選手は約2000人と言われています。2000人もいると不祥事を起こす選手が出てきても仕方がないところはあるでしょう。今後の課題は、憧れのスポーツ選手たるもの、過去の不祥事に対してどのように向き合い再発防止に努めていくかということが重要ですね。以上、不祥事を起こした日本人サッカー選手の紹介でした。